今夜のゼロカルチャーは世界を舞台に活躍する演出家蜷川幸雄さんの特集です。日韓関係が冷え込む中、先週末韓国ソウルで舞台武蔵を上演。作品で描かれたテーマはいがみ合うことの無意味さ、そして復讐の連鎖の愚かさです。韓国の人の心にどのように伝わったんでしょうか。取材しました。韓国ソウル、先週末から行われた蜷川幸雄さんの舞台、そのフィナーレでは日本人の演出家と日本人のキャストに贈られたスタンディングオベーション。それはいつまでも鳴り止みませんでした。感動的でした、本当に。ほとんど韓国人の方ですからね。すごいなって感じ。言葉じゃないんだな、国境を超えるんだなって思いました。よかったよね。いやもう感動しました本当に、やっぱりしてよかった。やはり強かったですね、演劇の力はね。今回韓国で3日間にわたり上演された舞台武蔵。腹の底からふつふつと湧き上がる怒り、そしてこれらを抑え込んで平常心を保つことの難しさ、わかるか武蔵。お湯が高いぞ。巌流島の決闘から6年後、宿命のライバル宮本武蔵と佐々木小次郎が再会するという設定で、いがみ合うことの無意味さと復讐を続ける愚かさを描いています。日韓関係が冷え込む中での上演、きっかけは韓国の劇場がこの作品を招待したことでした。去年9月招待が決まった際に蜷川さんは、芝居っていうフィクションを通してなら人と人が理解し合うことができるってことが実証されるといいなと思ってるんですけどね。ちょっとドキドキするの僕もね。その不安は本番を目前にしたキャストたちにも広がっていました。今は気持ち的にはどうですか。どう受け入れられるんだろうかとか、反応が何もなかったらどうしよう、批判されたらどうしようって、まあ終わってみるまでは分かんないですから。舞台は韓国語の字幕を表示する形で上演。蜷川さんたちの不安をよそに、ユーモアを交えた演出に会場から笑いや手拍子が起きる場面もありました。なぜ韓国側は上演を決めたのでしょうか。정치적인이슈때문에저희가문화교류를멈춰야될이유는전혀없다고생각을하고용서와복수화해그리고어떤그인간에대한삶에대한긍정적인메시지를갖고있는작품이기때문에이런작품을봄으로인해서관객들에게정말신선하고긍정적인에너지를더많이줄수있다고생각을합니다。ゼロは今回観客およそ300人にアンケート調査を実施。どうすれば日本と韓国がいい関係を築けるか聞いてみると、政治的な問題によって文化やスポーツの交流が制限されてしまうのは心が痛みます。個人の意識と気持ちを正しく持って交流に臨めたらお互い発展できると思います。正確に過去の問題を清算すること、日本にも反省の意思が必要だと思います。何といっても加害者だから、根本的な問題を正確に認識して解決してほしい。今回の舞台のような文化交流やお互いが身近な場所で会える機会がもっと増えるといい。お互いの文化を理解することで友好関係が築けると思った。294人中200人、3分の2以上が文化交流の重要性を訴えました。舞台を봐서뭐느낀것같은거있나요。서로서로좀
너무 나쁜 면만 보지 말고 뭐 같이 그거에 대한 해답을 찾아가면서 미래를 개척해 나가는 게 제일 좋지 않을까라는 생각입니다. 그 한국도 마찬가지인데 보통은 서로 잘 알지 못해서 생기는 거라고 생각하는데 저도 많이 일본 친구들이 있는데 일본 친구들한테 한국에 대해서 알리고 제 나름대로 전달하고 있습니다. 잘 참아주셨습니다. 이야, 来てよかったなと思いますね。はじめはこの時期で韓国はちょっと辛いかなと思いながらやってきたんですけれども、少しは扉がね緩やかに開いて交流できたかなっていう。演劇の力改めてどういうふうに感じてらっしゃいますか？演劇だったら超えられたり受け入れられたり、風が流れるように人の心に染み入ったり、ああできるよなあっていうふうに思ってました。ですから政治の力じゃとは全く違うものですけれども、僕らがやれることはこういうことを誠実にやることかなと思いましたね。観客の皆さん、びっしりアンケートを時間をかけて書いてくださったことにも驚いたんですが、武蔵もこちらも知らない人たちばっかりだったんですよね。はい、生身の日本人が見せる文化に触れるという、まあ、実体験をまた増やされたかなと思いました。ね、厳しい日韓関係の中での舞台だったわけですよね。テーマがその復讐の連鎖の愚かさということなんですが、はい、これ頭では理解できますけれども、心に届かないとこれダメだと思うんですよね。そうですね。そのための手段としての演劇だとかアートがあると思うんです。またVTR の中でも、誤解が生するのはお互い知らないからだという声もありましたけれどもね、私たちももっと韓国文化に触れないとダメですね。そうですね。私も韓国100回以上取材させていただいてるんですが、政治のことを聞くとやはり大陸軸はあります。それとは別にこの文化というチャンネルを持って何ができるか、いい環境を築けるにはどうしたらいいかっていうのを、先方がやってアンケート書いてくれたみたいにどうか答えたいなっていうふうな気持ちは生まれました。はい、舞台武蔵はこの後4月12日から広島、長崎、石川の順番で上演されます。以上。